困っている方々がいるというところで、まあ、何ができるだろうかというところを今、えー、詰めているということです県は、県外国人相談センターに、今日からロシア語の通訳員を配置したほか、生活のサポートのため、ウクライナ語とロシア語の通訳のボランティアを募集しています。また現時点で 避難民が入居可能な県の公営住宅がおよそ150個あることを確認しています県内ではこれまでに5つの市が避難民を受け入れる意向を示していてこのうち小千谷市では商工会議所や国際交流の会などによる小千谷避難民支援の会が発足企業などとの調整や受け入れ後のサポートを行う予定です小千谷市では現在